盗肥満。怪盗とはすなわち泥棒のこと。泥棒といってもそんじょそこらの小僧泥とはわけが違う。私は美しいものしか盗まない。私は美しいと思ったものは必ず手に入れる。言い換えるなら、私が美しいと思った瞬間、それはすでに私のものとなったのも同然なのである。おいらは怪獣マリア・チャリじゃ。みんな覚えてるかい？おい、おいは万全か？バッチよ。よし、早速作戦開始だ。ちょっと休もうぜ。地球まで来るのに疲れちまったよ。ダメだダメだダメだ。美しいものは一様に儚い。こうしている間にも、私のものとなる芸術作品はシャボン玉のごとく消え失せているのだ。あ、いや、だったら面倒くさいことしないで、さっさと泥棒しに行けばいい。泥棒を言うな。私のはあくまでも芸術保護活動なんだ。そのためにも活動の邪魔ばかりするあのウルトラマンダイナを倒さねばならん。大体あの大体。いやいや、もう分かった分かった、落ち着けてな。会場のお友達、これから戦うオイラたちを応援してくれよ。オイラたちを応援してくれる子は大きな声でせーの、はーい。声が小さい。もっともっと大きな声で、はーい。第1部、激務2つの魂、始まります。
地球から邪悪なエネルギーが。君もキャッチしていたのか。はい、あんなにものすごい量のマイナスエネルギーを感じたのは初めてです。とにかく急ぎましょう。待つんだ二人とも。我々の任務はまだ終わってはいない。しかし地球にはダイナがいる。心配はいらん。ダイナ、ジャックリーさん、ダイナとは。ウルトラマンダイナ。どんな辛い時でも最後まで決して諦めない光の戦士だと聞いている。でもたった一人で、あのエネルギー量は半端ではありません。だが守らねばならんのは地球だけではない。こうしている間にも数多くの星が危険にさらされているのだ。エイティ、見守ろうではないか。地球を、そしてダイナも。はい、さあ行くぞ。ダイナの居場所を探すのみ。
イナのセーターを。さすがだ。よし、この調子で憎きダイナをケッチョンケッチョンのグッチョングッチョンにしてやれ。通信して知らせるんだ、はい、絶対に手を出すなよ。でもいいな、
知られるのも時間の問題だな。奴らがおうちロボに気を回している間に新しい作戦を考え出さねば。目を開けたまま寝るな、ボケ。だって眠いんだもん。人が真面目に考えているというのに、お前ってやつは。大体お前が送ったゼネギンの連中は簡単にやっつけられてしまったではないか。もっと強いやつを出せ。ああ、わかったわかった。お前がつぶらやエイジから買った怪獣を出せ。ありゃダメだ、売ってもらえなかったんだ。それじゃペットのヤマカーギーは手がにボコボコにされた。他にはなんかないのか。じゃこれなんかどうだよ。ケチケチするな、もっとウジャウジャ出せ。勝手なことを言うな、結構高いんだよ。先行投資だ。私のバッグの中身を見せろ。やめろよ。こいつはダイナか。いや、グレゴール人が化けた偽ダイナだ。ヘラクレス座系星人だから確かに腕は立つ。でもプライドが高いぞ。扱いが難しい。これはダメ、あれはダメと指図をするな。ちょっとそれは最終兵器。マジで返せ。なんだ、またお前か。ああ、わかった。さっきのロボット、あんたたちの仕業ね。ああ、隊長に報告しなきゃ、隊長。あれ無線は通用しないよ。このエリアにバリアを張ったからね。チャレンジャー、早く投げろ。怪獣を復活させるんだ。オーケー。あら、やったもうちょっと、マジするだろ。早くダイナを呼ばんと大変なことになっちゃうぞ。あいつは超異形進化怪獣ゾンゴール。ねえみんな、俺が勇気を出して大きな声でダイナを呼ぶよ。ゲームでダイナって言うぞ。
スイッチオン。中堅サラリーマン憧れの一戸建てマイホーム、おうちロボよ。お父さんたちの苦労を怒りに変え、立ち向かうのだ。星を救う道ではないと私は考えている。これからなのですね。運命は切り開かれた。これから先は君たちが地球を導いていくのだ。
しかし我々は神ではありません。光である人なのです。だから俺たちは地球人類と共に戦い続けます。未来を担う子供たちの道しるべとして。さあ行け若き戦士よ。君たちを救った小さな光の戦士と共に希望の光を灯し続けるのだ。会場の皆さん、ウルトラ戦士、大きな拍手お願いします。さあみんな、チームにバイバイでご挨拶よ。ウルトラ戦士たち、バイバイ。本当にどうもありがとう。さよなら。これでみんな大変だよ。今に行っちゃうよ。ああ、またもや。オウチロボ満喫、通称横綱くんが発売になった。もうオウチロボのことは忘れろな。それよりも新しい作戦をちゃんと考えるんだ。考えるって言ってもダイナって最終回が来たらしいじゃない。え、つまりそれは本当か。じゃあ私の出番はもうないのか。多分ね。じゃあルナ、結局これが私のラストステージとなってしまうのか。元気出せよ。そのうちいいこともあった。いいこともあるか。まあ、せいぜい頑張ってよね、お二人さん。いや、今日は隊長にいい報告ができるわ。だって今日はみんなでソルジェット当選できちゃったもんね。みんなにも見えたでしょ。あ、そうだ、みんなはこれからもウルトラ戦士に応援のエネルギープレゼントしてくれること約束できるかな。約束できるお友達はなんじゃってお返事聞かせてよね。いくわよ、せーの。一本のビデオになったんです。その名もウルトラマンフェスティバル、ウルトラライブステージ3。この後の時間はステージ向かって左手側、こちらの方でビデオ販売会を行います。お値段は税込み2940円。ここフェスティバル会場内だけの限定販売会ですからね、ぜひお見逃しがないように。そしてお知らせはもう一つ、なんとこちらのライブステージ、8月12日からは第2部新しいお話がスタートするんです。テレビで最新回の近づくいよいよ強敵クランクを相手に戦うんです。そして皆さん、なんとニューヒーローウルトラマンガイアが登場するんです。ぜひご期待ください。本日は皆さん、ウルトラライブステージ最後までお楽しみいただきまして誠にありがとうございました。さて皆さん、この後は前日会場にご協力ください。まずはお席に座ったまま、お席に座ったままですからね。これからお出口のご案内を皆さんにいたします。いいですか。お出口は皆さんのステージ向かって右手側になります。どうぞお忘れ物